皆さんこんにちは、ジョン・カビラです。本日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、テルフィー対サムステリーヌ。今日は中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さて中西さん、この試合のどんなところ注目されていますか？はい、まずは両チームがどんな立ち上がりを見せるか見ていきたいと思います。前半も15分が過ぎました。グジョンセン、必要なチェック、プレッシャーを与えます。マリン、右へ回して、マリン、縦へ、テルフィー、前半も半ばに差し掛かりましたが、まだシュートシーンが見られません。ちょっと慎重になりすぎてますね。ダルリド、テルフィ、左サイドから上がっていく。そこからロッベン、いい形になりましたよ。味方を探している。主審の笛が鳴りました。これが今日最初のファウル。テルフィ、直接フリーキックを得ています。まずは今日最初のセットプレー、見せ場です。いや、最初から行ってほしいですね。狙った、ナイスセーブですね。はい、よく動けてます。これは危険なプレーです。このボールを蹴るのはサブ、ここまでですが、両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。もっと積極的に打っていってほしいですね。右にさばいて、ボールは絶好の位置、出した。ここはつながりません。おっと、笛です。不審を取ったようですね。フリーキックです。いいポジションです。ここで先制しておきたいでしょう。そうですね。そしてマケレレ、この選手はスタミナがあります。ロスタイムも残り2分を切りそうです。テルフィ、ここからの直接フリーキック、前に送って、ここで前半戦が終了します。中西さん、前半戦について一言いただけますか？お互い持ち味を消し合うような内容になりましたね。さあ、後半の笛が鳴りました。どちらが先に均衡を破ってくれるんでしょうか？
右にはたいた。そしてここはランパード前方へ、ライトバックガルリド、ここからサブリ、オフェンシブハーフバンドゥサムステリー。後半立ち上がりですが中西さんいかがでしょう。ちょっと押され気味なんですが、うまくしのげばチャンスを作れてくると思いますよ。さあサムステリーいいところでのチャンス、そのまま狙った、うーんと惜しい、外れてしまいました。中西さん外れたことで次を考えてほしいですね。さあここからの攻撃、ブリッジテルフィー、左のサイド上がっていきます。左サイドからのチャンス、ゴールラインを割りました。ここはバンドゥ回してゾッパ、ここはイルン、パウロフェレイうまくコースを塞ぎます。ここまでの戦いぶり中西さんいかがでしょうか。非常に緊迫した展開で目の離せない試合になってますね。右サイドから上がっていきます。中に上がってきている選手が少ない、来た、これが決まった、ゴール、テルフィー先制のゴールを挙げた。際どいコースに決まった。試合の流れが変わりました。さあ画面にはリプレイが出ています。この時間での先制点となりました。中西さん、ここで相手が何らかの対応をしてくると思うんで、それに対してどう動くかが鍵になると思います。なるほど、サムステリー今のところ1点を追うという形です。これをどうご覧になりますか。チャンスはあるんですけどね、あと一押しじゃないですか。時計は後半の30分を過ぎています。ドログバシュート、手を抜きません。ドログバ勢いあるシュートを見せた。勢いが止まりません。いや、いいシュートセンス持ってますよね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。一つ返したいですね。あとホイッスルがありました。フリーキックとなります。ナンパー、今のはファウルです。これ取られるでしょう。テルフィー激しいですね。イエローです。イエローが出ました。今日初めてのイエローですね。このセットプレーはサムステリームボールになります。スライディング、あっと危ないプレー、繋いでランパー、ドログバ二人がかりで止めました。そこからエレブイ、激しく奪い合います。そしてメンディ、激しい攻防です。ロスタイムは3分ほどあります。スライディングに行った、ロッベン浮かせてきた、しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。試合終了、2対0、テルフィー見事勝ちました。中
西さん、試合を振り返っていかがでしたでしょうか。テルフィーとしては、まあ、非常に安定してましたね。次の試合も今後は期待しましょう。はい、それでは試合のスタッツを振り返っていきましょう。テルフィー、シュート数においてもリード。